したわね。ええ、なんだか顔色が良くないみたいですが。少し寝不足なだけです。最近夢見が悪くて。もしかしてあなた、それ恋煩いじゃありませんこと？はぁ、家老族にとって夢とは己の願望そのもの。叶わぬ恋をしていると恋の相手が夢に出てきて夢見が悪くなると言われているのですわ。恋だなんて、絶対にありえません。恋ってマジか。相手はどなたです？あ、もしかして。あ、魔王か。あの魔王さん、バリロッサに会うためにしょっちゅう来てましたもんね。魔王はフリオ殿に会いに来ていたのであって、私に会いに来ていたわけでは。バリロッサがいないときはいつも早く帰ってたぞ。すっごくわかりやすかったですよね。違う、きっと私が剣を抜けたのを根に持っていて、隙あらば私を殺そうと狙っているだけだ。そうは見えませんでしたけど。バリロッサなら魔王を籠絡できるんじゃないか。旦那さんとリースさんみたいに種族の壁を越えて仲良くなれるかもしれないぞ。私と旦那様は仲良くというよりラブラブなんですわ。そういえばお二人が恋に落ちた時の話って詳しく聞いたことありませんでしたよね。それに関しては私も興味があります。奥方様は至高なるお方のどこに惹かれたのですか？どこにって、旦那様の素晴らしさは言うまでもありませんし、そんなものをわざわざ考えたこともありませんが、まあでもそうですわね、あえて言うなら甘すぎるところなのでしょうね。ほう、牙狼族は伴侶すら決闘で決める種族なので、隙を見せたら終わりみたいなところがあるのですが、旦那様って一見隙だらけじゃないですか。初めは私が何とかしないとって思ってたんですけど、なんというかだんだんこう、こう一緒にふにゃってしてるのも悪くないなと。ですか。あの、